さあやってみましょうか。ブルコスです。バイオビレッジ、シャドウズ・オブ・ローズ。いやいや、多分ね、まあ、最終パートが近づいてきてるんじゃないかなと思うんですけどね。はい。で、前回はね、なんとか、なんか急に出てきたエブリンからね、まあ、逃げ切るという、そんなパートだったんですけれども、なんだろうね、こう、イーサンっていうか、まあ、ウィンターズ系を、観察してて、で、まあ、いろんなこう思い出の品なんかっていうのを見て、最後にね、イーサンからのハーフバースデーおめでとうの手紙ですごいこう感動に浸って、ああ、やっぱりイーサンってすごく父親としてあったかいやつだなっていう感傷に浸って号泣していたところ、クソな意味が出てきたわけなんですね。いや、マジであれはもう、えって思ったよね。多分あれだよね。通常、これまだ他の人がプレイしたところを見たことがないんですけど、これ絶対見えちゃいけない世界が見えてるって感じですよね。上見てると。まあ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 。まあでも弾がいっぱい拾えてるってことは多分最後にこうまたクリス編、これ今またまさにクリス編と同じような感じ。足元にさ、ちょっと待って、足元にさ、カラス、クロウたちがいっぱいいるってことは、まあこいつミランダじゃん、なんだ、またミランダ出てくるのか。え、ミランダって朽ち果てたんじゃないの？まさか精神世界にずっとこう、こもりきってたっていう、こもりんこちゃんとか、そんな感じ。おう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 、あの歩き方あれじゃん、ミヤと一緒じゃん。ミヤに化けた、あれと一緒だからもう。マジかよ、出てくんのかよ、そういうことですか。はい、わかりました。ホワイトソーセージゲット。ってことはなんかちょっと待って、一風違ったミアじゃないや、ミランダと戦うっていうことになるのかな。え、ちょっと待って、今さ、その前にちょっとなんか言って、ああ落ちましたね。え、待って、クローンローズがいるじゃないですか。あれ、え、ちょっと待って、ウサギちゃんたちがいっぱい倒れてるよ。ってことはここの階層まで来たウサギがいっぱいいるってこと。じゃあエブリンの世界もクリアしてたってことだよね。これだと最下層くらいだよね、多分ね。え、仮面公爵ガバガバやん。またいるし。おーおーおーおお、お尻にあったやつだ。おっぱい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 、金仮面、ゴールドマスク。つまりゴールド人。おかん？おかん？おかん？あ、弱い。最後のラッシュだから4体まとめて出してみましたけど、弱い。ちょっと待って、あっ、来た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 。エクスペクトパトローナム。ディメンターなんじゃ。宙に浮かないディメンターみたいな。うわ、もったいね、今の。ほら、オッケー。当てにくいんだよね。顔さえ狙わなければ、ポトロナーム。ポトロナーム。新しい技を編み出した。しかも、これで攻撃したとて、いや、死なないもんね。飛んでいかないもんな。オッケー。じゃあ、進んでいきましょう。ちょっと待って。ミランダがいて、あっち、あっち。お城、お城じゃない、村もそのまんまだもんね。あ、よし、なんとか、オッケー。あとか、もう16発、12発、つまり18発。生えてきた。生えてきた。あ、違うわ。気のせいだったね。おお、いつの間にか奥におった。こいつ、結構ね、歩くの早いんだよな。オッケー。あ、でも顔面だったら2発で死んでるけどね、奥にもいるね。すっごい。あ、急に構え込むな。ゾンビだ。こいつは何だって目的なんだ。ライカンとかだったらさ、狼男だからさ、憎く。まだいるー。まだいるー。めっちゃマガマガしいオーラ出し始めてるやん。まあ、君の相手は後でしてあげるよ。さっきのこいつだ。こいつはその、なんだろう、魂を吸って養分にしてるっていう感じがするけど、ゾンビ
だったらお腹が空いてますし、身体代謝が激すぎるからっていうのが分かるし、ライカンはまあ狼男の肉を食らわにゃあかんっていう感じだけど、こいつはどうやって動く、そのだから、よく分かんないね。まあ人の楽しい記憶を奪っていくんだね。うわー、見えちゃいけない浮き方がいっぱいしてる気がするけどね。これミランダなんだよね。ミランダさ、自分の娘の墓ボコボコにしてるけど、そんなこと許されはしないけど、もう一丁多分ショットガンの弾もいっぱいなんかゲットできて、後ろから来てた。ほい、 OK、 もう終わりかな。また出てくる。これが実は金婚の正体でゴンスっていうわけではなさそうだよね。これはまあ雑魚金閣だもんな。特に敵は出てきてないかな。で、これはまあ今来た道だから、あれっかい。これがじゃあまたなんか実はそのミランダすらも支配しているのを出てくるんで。だからミランダが実は、そのウチハマダラみたいな存在で、ウチハマダラがラスボスだと思ってたら、なんか急に最後だけちょろっと出てきた大つつきかぐやが実はラスボスでしたみたいな。まあまあ、マザーミランダが大つつきかぐやで、ウチハマダラがオズワルド・イー・スペンサーみたいなノリなのかもしれないけど。おだ、なんだ、生み出されてきてる。うー、芋虫コロリン、コロリン長。沈みます。なるほど。マトリックスがここで生み出されていたのか。うん、後ろにつなぐプラグがいっぱい入ってるってやつですね。こいつは一体正体何なんじゃ。落ちます。救世主みたいな。ああ、どうせまたあれでしょ。ここにミランダがいたっていう落ちなんでしょ。で、この先進んでったらミランダがいて、ようこそローズは君を待ちわびた。金庫は全ての生物の記憶を吸収するが、その内部にいて展開される世界にはある種の法則が見える。一つ、記憶は現実に忠実というわけではない。二つ、子としての意識を保つことができるのは生前より金管能力を得ていたものに限られる。ここまでは生前より時折見えるゲージからも推察が可能であった。はあ、はあ、はあ。生前よりっていうのがあれだね。うん。記憶は現実に忠実よ。肉体が滅び、私の全てが完全に金庫の中に入り込んだことにより、この驚異的な仕組みへの理解が深まった。私が長年生きていくとは無駄ではなかったな。積み上げてきた。ん？ちょっと待って。他人の記憶に干渉することも可能だ。何？メモメモの実みたいな。しかし問題もまずいな。何より頭が痛いのは、大切なただ一人の記憶が、優勝無償に溶け込んでなかなか吸い上げられないことだ。記憶を抽出する際に受け皿となる器が必要となるだろう。となればそれにふさわしいのは実績のあるローズマリー・ウィンターしかいない。ウィンターズしかいない。なぜかローズの精神世界の中で研究を続けていたミランダ。個人の記憶を復元、編集する試みについて、金庫内に保持された記憶から個人の編集及び復元を試みた。もともと時間が経ったものの記憶は金庫内に拡散し、他者の記憶と混じりゆく傾向にある。そのため、特定個人記憶のみを抽出することは困難を極めた。今回は記憶の欠損部を他者の記憶で埋めることの可能性を検証した。結果、個人の記憶の寄せ集めから一人の人間をこの世界に作り出すことは成功。しかし、想定外の挙動が多い仕上がりとなった。特徴的な顔面の欠損、刺激性に強く歪んだ人格、そしてなぜか見覚えのある物体、これも、チャフーリンさんのこと言ってるじゃないですか。ねえ、顔面が欠損してるから、あのマスク被ってたわけでしょ？うん。はぁ、器作成には不適な技術と判明。ということは、チャフーリンさんは、エヴァを作り出すためには、まあ、役に立たないですっていうことが分かったっていうことですね。はい。そうです。なんか今生み出したよね。ちょっけーん。ローズマリー・ウィンターズの完全な複製を作り出し、器とする想定だった。しかし何らかのノイズが入るようで、完全なローズの複製を作り出すことができない。現れるのは動く人形のような無力な抜け殻ばかり。これでは器としては使えない。一体何が原因となっているのか、さらなる思考が必要だ。ノイズとなり得る要素としては、本人が存命であること、内部からの何らかの干渉、複製プロトコルの欠陥。
などが考えられる。どれも可能性としては低く、最初は困難だ。ローズ本人をこの世界に次ぐ自ら器となるよう仕向けられたなら、それが最良ではある。追記実験系廃棄物ともいえるローズの抜け殻、ここではコピーローズとする。も何らかの刺激を与えれば本物のローズと同じく機能し始める可能性あり、本件は仮面公爵に任せる。なんて読めたの？何やったっけ？ローズの精神世界なんだよね。なんで生きてんのこいつっていう話になるよね。個人の記憶を抽出する試行錯誤を繰り返す。この世界に想定外のゴミが紛れ込んだようだ。このゴミエブリ本来であれば今頃ローズ悪いたずら、性への執着とその能力を全て捨て去っているはずだったのに、そりゃゴミとか言われたら小さい女の子で幼い女の子ブチギレ案件になるわなっていう、うん、ちょっと年齢とか性別とかそんな関係ない、誰だってゴミって言われたら貴様俺ってボッコボコにしてやるわってなるわな。まあ多分この先進んでったら、ボス戦が始まって、でまあエブリンの時に登場したイーさんが登場して、で2人で共闘してミランダをぶち殺すっていう、そういうお話になってくるんじゃないかななんて思ったりするけどね。まあ、ということで、じゃあこのまま進んでいきたいところではあるんですが、お楽しみは明日またご覧いただけたらというふうに思います。で、まあ、一旦ね、ラスボスを手前に骨いっぱい、怪物いっぱい、ドクロいっぱい、ボーンいっぱいっていうところなので、まあちょっと区切りがいいということでね、この辺りで一旦終了とさせていただけたらというふうに思います。ということで、ね、最終回が楽しみすぎて仕方がないとか、イーサンの顔を見たいっていう方はね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、応援していただけると嬉しいです。てなわけで、なんかこれすごいハリー・ポッター感あるな。ホグワーツ城の一部。本日の動画は以上とさせていただきます。最後まで動画ご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。